どうも皆さんこんにちは。そして今日はいっぱいブロックを掘り掘りするゲームをやっていきたいと思います。イエーイ。ちなみに掘り掘りすることが好きな人は高評価とチャンネル登録をしてってね。まあ、皆さん見てください。こちらになんと木のシャベルがあるとね。誰も欲しくないとこんなの。これ押すと1個増やせるとなんと合成しろってことこれ。これ合成するとなんとおー、まあ、こんな感じで合成とかもできたりして、一回金になったね。まあ、誰も木のシャベル欲しくないから、そしてこれ落としていくと。そうするとなんか見て、ブロックが壊れてって、これどんどん下に行って、未開拓の宝を見つけることが目標のゲームです、こちらね。なんだこれ。お前やばい。圧倒的なスピードで建築したの見た今の。あ、ね、プレゼントフォーミーがあるというわけで開けてみましょう。おー、まあ、いらないな。そのプレゼントいっちゃいらないやつだよ、それ。皆さんどうします？誕生日おめでとうって言われてさ、開けたら木のシャベル入ってたら。ビンタするよ。一回じゃあこの木のシャベルの強さ見てみましょう。これどんどん硬くなっていくっぽいから、いけるとこまで行きたいけど、おっと。あ、でも意外と、あ、死んだ。だからこれじゃダメだと。こんなんじゃ、世界最強のツルハチは作れんぞっていうわけで、これ合成して、そして、これさらに合成しちゃうとどうなの？おっと、皆さん見てくださいよ、これ。ちっちゃな子供が公園使ってそうなシャベルがゲットできたと。あの、もう一個追加できるから、これでこれで、ね。これ強いでしょ、これ強いでしょ。お、いってるいってる。これ多分あれだね、砂利で、おお、一瞬で壊れた。え、失敗したの今。皆さん、分かった、天才的なアイデア思いついた。これね、見てください。上下に重ねるわけですよ。そしたら、ダブルプレイと。一人で勝てないとこ、二人で突っ込んでくるんですよ。はい、素晴らしい。今のは完全に作戦勝ちですね。お、そしてちょっと待ってよ。と。ちょっと待って、お兄さん。これで、金玉で、これでさらに皆さんもう一段階上げちゃいます。いでよ！なんだこれ。でもまあ、さっきの作戦で行こう。しかもなんかプレゼント置いてあるから、プレゼントフォーミーを取りつつ、マリオみたいなブロックを壊しつつ、はいと。これ皆さん気づいたかもしれません。一点突破が強いんじゃないかと。で、ちょっと待って、俺のね、見てください。一瞬で建築するスキル。まあ、伊達にマインクラフト40年間やってこなかったと。皆さん、簡単、かつてね、マインクラフトを極めた男として、有名だったので、あ、これ一点突破できないね。このプレゼント邪魔だな。でもこうするわけですよ。これで言ってほしいね。プレゼント2個取り。なんだ、強欲よ。強欲な音が勝つんですよ。そして石炭ブロック出てきたね。あ、死んだ。これ多分深く行けば深く行くほど、カチコチの鉱石が出てくるんですよ。で、それにいかに対処できるかと。ちょっとこれね、これ最近ね、これ合成ゲーム結構やってるんだけど、楽しいんですよ、この合成するのが。で、これさらに行くと、来ました皆さん、マイタロシャベル。マイタロシャベル強いでしょ。うわ、やばい、早いけど、石炭をシャベルで掘るのは違法だからね、皆さん。マイクラやってるやつで、石炭をシャベルで掘ってる人いたら、やめさせましょう、マイクラ。オッケー。あ、なんか見て、シャベルが化石化されてる。このシャベルいらないと思った人たちが捨てて固まったんでしょ、これ。見て。紫のある。あ、え、硬くない？めっちゃ硬くない？ちょっと待って、硬いって。オッケー、ちょっと一筋縄でいかないぞと、皆さん、これからね。でも見てください。エメラルドボーイズ。紫の、壊せるか？この二人では無理か？なあ。いや、この辺から行こう。この白いやつはいけるね。お、いいよ。あ、なんだこのオレンジの。あれだね。これなんだっけ、この鉱石。世界一知らない鉱石。もう名前も覚えてないから。紫のはちょっと硬いんだね。オッケー、行きましょう、皆さんね。バランスよく。無理な戦いには今挑まないと。なぜなら、もう死んだ。ほら、ちょっと待ってと。厳しくないかと。硬くないかと、地面が。なるへそね。あ、でも見て。言ってるうちに。来ました！マエタロシャベル、さよなら。そして来た！来ました、皆さん。伝説の。これ伝説ですね。これで、取れるか。すごいよ。威力半端ないと。一瞬で撃っていくのちょっと気持ちいいね。行きました、皆さん。白い鉱石来て。強っ！え、待って、紫のシャベルめっちゃ強い。で、一瞬で掘ってくよ。オッケー、ちょっと紫来たんで、紫。あ、ミスった。で、紫が強い。ミスってもどんどん突破していく、紫が。あ、死んだ。プレゼントフォーミーめちゃくちゃあるし、合成しちゃって。プレゼントフォーミー欲しいね。行け！中央突破。うわ、青いシャベルある、これ。これもしかして？ダイヤモンド。うわ、でも硬いな、ちょっと。これ壊せる。あー、安心をしてくださいと。これワンチャンダイヤモンドシャベルゲットできないかな。ダイヤモンドシャベルゲットしろ。この2匹でも無理か。中央突破。中央突破ならいけるやろ。いけるでしょ、さすがにいけたね。よし。これね、あれですね、皆さん。普通にね、ゴールにたどり着いた方がいい時もあると、皆さんね。なんかあれ、なんか動いてる！ちょっと気持ち悪いね。行ってみたいな、そこ。オッケー。一応全部落としていこう。強いと。全部の罠を突破していくと。あれ、動いてたやつ何だった？見えなかったね。ボーナスレベル来ました、皆さん。なんだこれ。あ、めっちゃコインとかある。マインクラフトの夢よ、これは。あ、やばい、そして皆さん来ました！ムラシャンを2つ合体させると、なんと。ダイヤモンドですよ、皆さんね。マインクラフトの夢。動いてるやつ、これあれか。横に爆発するわ、これ。全然クソなんだけど、左。左行っちゃいらなかったわ。オッケー、そして、皆さん、なんとレベル10、ハードレベル。何、ハードレベルって、硬い？違う、むずいってこと？オッケー、ダイヤモンドを先陣にして、待って、めっちゃあんだけど、俺、コイン。ロー！ミスった！ミスったけど。あ、なんか鍵ある。
何？うわ、そろそろ次行きたいね。そろそろ次行きたいけど。ノー、ミスった。あ、でも、行った。おー、な、これ取ればよかった。この変な爆弾みたいなやつ。あ、でも行ったね。余裕で行ってるね。なんと皆さん、プレゼントフォーミーがあると。村シャン。ちょっと待って、ちょっと皆さん見せてください。ついにダイヤモンドシャベル進化する時が来たと。早かったね、時代が終わるのが。こいつの。マインクラフトの夢が終わった瞬間、新たな夢がまた語り継がれるんですよ。見たことないじゃんだね、これね。見たことないじゃん。このやり方。ですね、皆さんね、違いますか？ごめん。非常に良くないと思います、我々。そういうのね、そういうことやってるから、高みに行けないんだと、お前は。オッケー、まあいいや、これ中央突破。いいんじゃない？めっちゃプレゼントあったよ。行ったね。今の良かったね。今の当てたね。オープン。プレゼントフォーミーオープン。あ、いらない。これあれですね、皆さん。あ、ボスいる、なんか。倒すってこと？シャベルで。バカな戦い方だけど、まあ許しましょう。皆さん、これね、わかりました？これ、アミダクジですよ。いわゆる。はい、来ちゃったよと、皆さんね。ディアモンドシャボーを取って、ちょっと待って、シャベルじゃなくてピッケルが欲しいんですけど、我々は。ツールレベル2。見て、なんか強化された。もう木のシャベルじゃなくなった、皆さん見て。金の方が買えるようになった。もうこいつ用済みだと。ね。帰れと。そして皆さん見て！やばい。ついに、よくわかんない鉱石のシャベルを合体させると。おーまい、これ黒曜石です。皆さん、違う。なんだっけ、あの黒いやつ。ネザライト。皆さん、ネザライトシャベルまで来たと。おすごいネザライトシャベル。あ、ボス弱っ。ネザライトシャベルに勝てると思ったんですよ。金のなんかブロック来たよ。やばい、スピンだ。頼む、いいの来て、頼む、100億ピッケル。うえぇー。ちょっと強くなってきたよ、我々のパーティー。我々のパーティーかなり強いと。見て、もう一瞬できるようになってきたよ。ここも行っちゃう？行かないとね。そこはあえて行かなかったと。わかります、その気持ち。おハードレベル？そして1列増えたね、皆さんね。あ、やばい、皆さんやばい。あとちょっとで、こいつも進化できる。NO！ 何やってんだ、俺！なんか間違えちゃうんだけど、ボソータン。うん、まあ、いいや。そして一瞬で建築しちゃって、これ何作ってんだろうね、これね。トイレかな、トイレ。おー、城だった、皆さん。城作った。ダイヤの剣。いらん、それがいっちゃいらん。これ行くんじゃない？で、行った、皆さん、行った！やばい！ついにこれと合体して、そしてネズライトのシャベルを合体させると、なんと、行きますよ。合体させると。おー来ました、皆さん、これですよ、これ。これ。夢のツルハシ。俺も初めて見たけど。もう何でも掘れるでしょ。見て、もう金だよ。黄金よ。いくよ。どれが掘れ早いか。お前。え？一瞬で、あ、もう一個ある！うわ、待って、当ててたらもう一個もらえてた。え、ちょっと、ま、一瞬で掘り進めてよ、今。早技すぎん？今の惜しかったね。真ん中、な、来い。うわ、あ、でも、ネザライトのシャベルあって、今。お前、でも、硬い、金が。え、金の鉱石、これ何の鉱石？見たことないじゃん。あんな鉱石。見たことないじゃん。中央突破やめて。ひねなんかいろいろあったからね。いろいろあるよ。プレゼントフォーミーもめちゃくちゃ取ってて。ちょっと硬いね。やばい、来た。待って、一番右にね、見て。ダイヤのピッチがあんのよ。壊せるか。何こいつ。よし。待って、ボーナスモード来た。これはね、まばらに置いた方がいいんですよ、皆さん。気づいた、俺は。うえー。気持ちいいね。あ、これトイレだ、皆さん。これ完全トイレだ。ハードレベル。え、そろそろちょっとさ、究極のピッキュレット進化したいとこだよね、皆さんね。いけるかも。あ、いけない。あ、いける、皆さん来ました、ついに。この上やばいでしょ。おー、来ました、皆さん。ダイヤモンドです。そして、ダイヤモンドのシャベル。この兄弟はやばいよ。兄弟愛がやばすぎる。兄弟愛が止められないと。おら、一瞬で掘り進めていくと思う。お、待って、また進化した。初期ツール。はい。ギョー！あ、なんかすごい、ここすごい。ここすごい。ここすごいよ。この左の列すごいよ。買ったダイヤモンドつらじ。よーはい、というわけで、ボス来ましたね。最終ボスです、皆さん。このゲームのラスボスです、こいつ。オッケー、皆さん、そうやりたいな。そうやってやりましょうって、皆さんね。一騎打ちですよ。一騎打ちに挑んでやろうじゃないかと。正々堂々とぶち倒していくんですよ、我々は。勝った、ラピス。ラピスこんな硬いっけ？いけ！は？ NO！ 強い、こいつ！ただ、めっちゃプレゼントフォーミーあるから。タラピス。は？こいつ強くね？いけ！倒せ！大ダメージ！No！ タラ分かった、タラ分かりました、皆さん。この列がいい。いけー！うえー！撃破！あ、やばい、なんかめちゃくちゃ俺、なんかあったんだけど。お前、これでいけるかもしれない、皆さん。え？ティア 12！ お前！え、来たんだけど、皆さん、最強、宇宙最強の。おー！そして、見てください、皆さん！来た、え？待って、俺さらにもう一段階いける。とりあえず、皆さん、今合成できるもんすべて合成したらこうなったと。で、見て、まずこの、エメラルドボーイたちを、一回も使ってないけど、マエタロピッケルたちを合成すると。来ました。え、なんか持ってなかった。お、待って、上位交換だ、金の。この3トップにかなうものはいないでしょと。見ててください、一瞬です。いくよ。おーま、おーま、おー。
この違い見た？はい、というわけで皆さんもホリホリしましょう。